ありがとうございます。ありがとうございます。それではその次行きましょう。24項、ここのところはまたね、素晴らしい谷井先生が例え話を書いておられます。誠に誠に何時らに次ぐ羊の檻に門よりいらずして、他より超える者は盗みとなり強盗なり、門よりいる者は羊の牧者なり羊飼いなり、門守は彼のために開き、羊はその声を聞き、彼は己の羊の名を呼びて引き出す。ことごとくその羊をいらっしゃるとき、これに先立ちゆく、先立ちゆく。羊その声を知るによりて従うなり、他の者には従わず帰って逃ぐ。他の者どもの声を知らぬが知らぬゆえなり。イエスこの盾を言い、たまえども、たまえど、彼らその何事を語りたもうかを知らざりき。この家にイエス、また言いたもう、まことに、まことに、何時なに次ぐ。我は羊の門なり、すべて我より先に来たりし者は、盗みとなり、強盗なり、羊はこれを聞かざりき。我は門なり、おおよそ我によりて、いる者は好かれ、かつ出入りをなし。草をうべし。盗人の来たるは盗み殺し滅ぼさんとするのほかなし、我が来たるは羊に命をえしめ、かつ豊かにしめんためなり。我は良き羊飼いなり、良き羊飼いは羊のために命を捨つ。羊飼いならず羊も己が物ならぬ。雇い人は狼の来たるを見ば羊を捨てて逃ぐ。狼は羊を奪いかつ散らす。彼は雇い人にてその羊を顧みぬ家なり。我は良き羊飼いにして我が者を知り、我が者は我を知る。父の我を知り、我の父を知るがごとし。我は羊のために命を捨つ。我にはこの檻のものならぬ他の羊あり。これをも導かざるを得ず。彼らは我が声を聞かん、ついに一つの群れ、一人の羊飼いとなるべし。これによりて我は、父は我を愛したも、それは我、再び命を得んために命を捨つる家なり。人はこれを我より取るにあらず、我自ら捨つるなり。我これを捨つる権あり、またこれを売る権あり。我これこの命令を我が父より受けたり。これらの言葉によりてまたユダヤ人のうちに争い起こり、そのうちなる多くの者言う。彼はあっきに使えて聞くるえり、何ぞこれを聞くか。他の者ども言う、これはあっきに使えたる者の言葉にあらず。あっきはメシの目を開けえんやと。まあこういうふうにね、この羊とね、羊飼いの例え話っていうのはね、これ有名なんですね。だから牧師っていうでしょ、羊飼いの牧師っていうね、だからレブラントのことを牧師っていうのはね、この羊飼いっていう意味もあるんですね。羊っていうのはここにこの後出てきますから、羊とね、羊飼いっていうのはね、どういう意味があるかっていうことがこの時に出てきます。この一節はまずキリストを羊の檻から羊を解放するための門に例え、その次には門より引き出し後、その羊を守り養う羊飼いに例えたのである。一切主上を羊と例えたのは旧約聖書。一切主上を羊に例えたのね。だから羊っていうのは一般の人々のこともがあるんですよ。旧約聖書にある主は牧者のごとくその群れを養い、その飼いなにて子羊を抱きたまん、イザヤ書の40章の11とか、詩編にあるエホバは我が牧者なり、我乏しきことあらしと、第23編の一節のように、ような用語例または考え方を引用されたのである。牧者とは羊飼いのことである。これによってもイエスが相当当時の聖書を読んで、それに精通していられたものであることがわかるのである。さて、ここのところにね、もう一つまた羊の解釈が違ってます。ここはね、羊は人間に宿っているところの神聖であるということができます。まあ、そういうふうに考えたらいいね。それは自由自在の本体である。それを入れてあるところの檻というのは肉体であると解釈、こういう別の解釈ができるんですね。羊というのを一般大衆に例えるときと、羊とは人間に宿っている神聖であると、それで檻というのは肉体であると、こういうふうに解釈できます。本来自由自在であるところの神聖または仏性である人間が不自由な肉体という檻の中に入れられているのが肉体人間なのであります。ここのところちょっと筋取ってください。
本来自由自在であるところの神聖または仏性である人間が不自由な肉体という檻の中に入れられているのが肉体人間であります。これはもう非常に根本的に人間を表現しているんですね。だから肉体なしと、これそうでしょ、ここでも分かりますね。これが肉体っていうのは非常に不自由なものですね。だから死んだらね、なんていうかちょっと、あの人は仏になったって言うでしょ、仏になったっていうね。仏とはもうすぐ出てきますけどね、仏とはほどけることで自由になったっていうことです。仏になったっていうのは自由になったっていうね。肉体を去ったから自由になったっていう、その人間が肉体が出ていって自由になった。この日本人ってのは面白いね。あの人は仏さんな、仏になったっていうでしょ、死んだことをね。肉体から自由になったっていう。だから死ぬことを決して変に思ってなかったわけね。往生っていうでしょ、あの人は東道往生したっていうね。東道っていうけども往生したっていうでしょ。往生っていう言葉は行くといいでしょ、これ。行って生まれるっていうことね。あの世行って生まれるっていうことを往生っていうの、死ぬって言わないのね。だから肉体なんかでもこう肉体っていうものは不自由なもんだっていうことを知ってたわけね、やっぱり。だからこの往生なんていう言葉はいい言葉ですよね。行って生まれる。だから谷口先生がよく言われるでしょ、こっちではあの人が死んだって悲しんで泣いとるが、あの世ではちゃんと誕生祝いしとるって言ってね。いや、生まれたって誕生祝いしとる、どっちがあれね。だから面白いもんですよね、そういうことを考えてみると。しかしこの肉体というものから見たらいろんなこう不自由なものがあるわけです。しかしだから成長に入って肉体本来なし、これが否定でしょ。肉体本来なしということが分かったら自由自在仏になり、そして実相が出てくるわけですね。人間が肉体だと思っている限り人間というのは非常に不自由なものです。不自由なものですね。でそれに捕まっていると非常に生活が窮屈になってくる。しかし肉体なし言うてもあるように思うね、どうしても。これは難しいね、肉体なし。ああそうですか、分かりました、ないんですかってそっとこう思えないですね。そこらこのだからね、このあるとかないとかいうことをね、それに引っかからないでね、この肉体は一つの現れであると覚えたら簡単ですよね。現れだから本当にあるものじゃないわけですよ。心の現れだからね、肉体は心の現れですからね。だから心の現れだから現れてるんだから本当にあるものじゃないっていうことになる。本当にあるものはそういう現れじゃないわけです、それでそこのところもうちょっといきましょう。ここは非常にこの深い心理学と書かれてますよ。その次、それはですね、一面においては肉体であり、多面においては神であるところの自己矛盾の同時的統一である。ここまで推しておいてください。同時的統一。だからね、一面においてはね、この人間の肉体というのはね、一面においては肉体であり、多面においては神であるところの自己矛盾の同時的統一であります。だからね、谷口先生がね、おっしゃいますけども、さっき言いましたね、我今五感の世界を去って実相の世界にいる、ここがこのまま実相の世界でしょ。そうするとそれはどういうことかっていうと、我々がこうして肉体を持ってこの現象の世界に生活しているときには、実相と現象がこうミックスして生活しているわけですよ。ね、実相も現れている。実相がなかったら我々は本当に現れないんだからね。だけど、実相と現象が両方ミックスして現れている世界がこの今我々の住んでいる生活です。だから、現象を消してしまったら実相が出てくる。現象なしと消してしまったら、ミックスの片一方を消してしまったら実相が出てくるわけでしょ。だから肉体の方を主に見てたら実相が現れないわけですよ。肉体現象の方を中心に見てたら実相が現れないね。実相を中心にして見てたら現象は消えていくわけです。
どうでもなっていくからね。だからどちらを我々が常に見るかっていうことが大切なんですね。だからよくそこのところをね、見てなきゃいけませんね。でだからこの自己矛盾の同時的統一、自己矛盾ですよ。神の子であるから自由自在でありながら肉体という不自由なものの中で生活してるんだからね。だからもうすでに自由なものと不自由なものとがこうここで一緒に生活してるっていうことが、だからその真相観をして我今五感の世界を去って実相の世界にいるということをなして、じーっとしてこの本当に五感を否定してしまったら、こうじーっと座ってるままでこのあれですね、あの真相観してるとこの指がねずーっとね両方が伸びてね大きくなって宇宙がこの手のひら入っとったような感じがしたっていう人はね、僕はまだしたことないけどね、そういうのはもうなんかこうふわーっと自分が広がったような感じは何回もありますけどね。いつもそうなると調子がいいんだけど、なかなかそうはいかんことは。それでそれであのいらんこと考えてるとなかなか真相感が本当にならんわね。である人はね、こう真相感しとるとね、日本のことでこの道の自分の家の真相感しとる横のところをカラン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 で下駄を履いて歩くことが今まで聞こえてうるさかったっていうのね。ところが真相観して本当に我今五感の世界を去って実相の世界に行ったら、実相の世界に入ってしまったら宇宙と一体でしょ。我祈れば天地応え、我動けば宇宙動くってんだからね。我祈れば天地応え、我動けば宇宙動くってその実相の中に入っちゃったんだから、それで真相観しとったらそのカランコロンカランコロンって下駄がこの自分の中で音がしとるような気がしたっていう人があるのね。そうなってくるとね、自分が非常に拡大してるわけですよ。真相観してね、流れいる専門でね、こうもらおうもらおうもらおうと思ったら小さくなりますよ。自分が宇宙と一体になるようなね、真相観したらいいのね。それはやっぱり自己否定から始まってくるわけです。だから真相観でも生から真相観しとったら何年経ってもなかなかね、もう流れいる専門の真相観しとったんではね、いかんね。だから流れいるっていうことの同時にね、やっぱり自己がね、もう現象の世界、知恵愛生命供給喜び調和がじーっと流れいってきたら、もうそして本当にそれはね、この谷口先生がいつもこう言われますけどね、この一つの自分の肉体の裁縫の中に全部知恵愛生命供給喜び、一つ一つの裁縫の中に神の無限の知恵愛生命供給喜び調和が満ち溢れてる自分だってことになってきますとね、自分自身が神の知恵愛生命供給喜びの喜びがここに満ち満ちてね、にもはや我に来るにあわず神の命ここにあえて来るないということになったら、神様の命はここに生きてるということになる、宇宙と一つになるわけでしょ。そしたら非常に大きい真相観なんですね。だから流れいる流れいる、そしてその次のね、生かされている満たされている生かされている満たされている、あれがあそこ あの時が一番精神統一をする時だって先生言われるんですね。じーっとそうだから流れいる流れいる、それでぎゅーっと息を下腹に落として、生かされている満たされている生かされている満たされている、ありがとうございますありがとうございます。その時ずーっと神の実相が自己のうちに流れいって宇宙と一つになるっていうね、そこが一番大事なところなんですね。でそれを続けておると、もはや我いくるにあわず神の命ここにあえていくるないだったら実相が生きてきてるわけですよ。そうするとね、もう実相の自分に、実相には病気も減ったくもないんですが、貧乏もないんだからね、さっきのプラトさんみたいに無限供給信じたらいいわけですよね。一体神と一体なんだから、その貧乏なんか仕事がねうまくいかないはずがないっていう信念を持ってる、素晴らしいね、そういう信念を持ってるんだから。そうなってきたらね、もう病気を治そうとか減ったくじゃないの、病気のない中入っていかないといけない、貧乏のない中入っていかない、これが真相観ですよね。貧乏の存在しない世界、悪の存在しない世界に自分が入っていって、それをじーっと自分がこの把握して、その神と我とは一体になり、神と我とは一体になりっていうふうな気持ちになってくるとね、それが現れて肉体に現れてきた時に完全な健康とかね、金持ちとか豊かさかとかいろんなもの出てくるわけですよ。だからね、皆さんね、無限供給っていうのはね、僕はねもう目の前やたらものが溢れてきてね、うずもれることかと思っとったのね。金ができてできてね、金の中におつぼりでじーっとこう座ってね、おー無限供給ありがたいなって、そうかと思ってたら違うんだよそれね。もう谷口先生に言われてね、ああこれで無限供給分かったと思ったよ。いらない、必要な時にこう入ってきて、いらん時に出ていかないかんないぞ、無限供給。
そうでしょう。先生言われたよ、水道でもね、いるときにこうパッと水が出てね、いらなくなったら止まるからいいんだと。あれが出っ張りしちゃったらどうなるかっていうね。出っ張りしちゃったら家の中水があふれますよ、これね、大変なことな。風呂だってね、ある程度ね捨てるからいいけど、あれをね、いつもそれ飯だってそうじゃない、食いっぱなしじゃん出さなきゃ食えない。空気だってそうでしょ。もういつも先生言われるけど、吸いっぱなしだったら空気がいくら無限にあったって、これは吐くからまた吸える吐くのもったいない死んでしまわないからでしょ。それ非常に大事なね。だから谷口先生がね、必要に応じて現れてきて、いらないものは出ていく、それが無限供給だよって言われた。井戸水がそうだ。井戸の中でちゃんと一定の井戸の深さの中に水が溜まっとって、それいつでも汲める状態、これが無限供給だって言われた。井戸がどっとこどっとこ溢れてきてね、洪水になるのが無限供給じゃない。私は洪水にならんと無限供給じゃないかと思ったんだからもう最初出てこんもんだから、こればっかり取ったわけね。もう成長に入った限りもうもらわねえ損じゃと思ってね、神様からもう無限供給流れる流れるさっぱりこんわ。ああ本当に、だからね皆さんね、もうね、必要な時には必ず必要なものが与えられてね、欲するもの好ましきもの、おのずから集まりけど、欲せざるもの好ましからざるもの、おのずから去るっていうね、あの去るのはなんかもったいないような気がするんだねそこにねいかんのよ。それがね、そう去るのがね、なんか減るような気がするんで、そうじゃないんです。精子名回避とかね、憲法の運動とかね、あんなものを金出してね、なんか損だっていうようなことあるけどね、私なんかでもね、ああこの間でもね、私はね、もうこの間がっかりしたね。がっかりしたってのおかしいけどなんと精子名払うの3ヶ月忘れとった。いっぺんに払うと大きいね。もう本当にびっくりしてね、俺は僕は1ヶ月か2ヶ月忘れとったのと3ヶ月忘れとったのよ。なんでそれだから調子が悪いと思ったあれね、出すもの出したから調子悪いね。風邪ひいたような気持ちになってね、なんかこの辺が糸ってね、なかなか治らない。やっぱり出すもの出してなかった。出したらスロッとして治っちゃった本当ですよ。そしてね、やっぱりそしてね、ちょっとね、いっぺんにまあこれは400何ドル出さないかんがもったいないが、まあ来月に伸ばそうかと思って、もったいないってことないけど、なんか減るような気がしてね、3ヶ月分だから毎月出したら大したことないように思うんだけどね、いっぺんにパッと出しちゃったら、ちょっとこれ余計言いすぎるよななんて思った。それがもうすでに引っかかったんだよね。出すもの出さんから入らんだよね。ちゃんと出すもの出したらね、またそれと同じような金がどっかからポカッと入ってきたね。ありがたいことですよね。やっぱりそういうもの入ってくるんですよね。すると神様のためにこうパッと捧げると、それだけのものがどっか入ってくるね。でちゃんとね、そういうふうになってるってことをね、だから私は近頃ね、欲するもの好ましきもの、おのずから集まりきたり、欲せざるもの好ましからざるもの、おのずから去るって、これよく覚えてくださいよ。去るんですよ。いらないものは出ていくんです。それをね、だから皆さんがね、無限供給のね、真相感してね、あれをして、この好ましきもの、尿意報時間をしてね、あれをやる。僕尿意報時間が好きで、もう、成長年入った頃、あればっかりやってたけどね、非常に、いい、好きですね。欲するもの、好ましきもの、自ら集まりきたり、欲せざるもの、好ましからずもの、自ら。それをやるたんびに、なんか、去る方が惜しいような気がしとったけどね。どうしてこの欲するもの好ましきものおのずから集まり来たりで止めとかないかと思ってね思ったけど、そうじゃないね。やっぱり去るっていうところにいいところあるね。あれ推薦便所みたいなもんですよ。いやあれだって去るからいいんですよ。引っ張りしにしといたら大変だね。はね、その谷口先生が言われましたよね。お経の中にね、インドのお経の中にね、うんこをしようと思ったら血がスッと割れてね、それでうんこがして、それがスーッとどっかに流れていってしまうっていう、それが極楽の世界だと書いてある。それが現象に現れたのが西洋の水洗便所じゃないかねって言ってられた。そういうふうにね、ちゃんとその心の世界でこのいらないものがスッと去っていくっていうものがね、やっぱり人間の理想の中にあるんですね。ちゃんとそういうものがちゃんとこういうものになって現れてきてるんだって言っておられましたね。だから皆さんね、無限供給というのはね、必ず必要なものは必要な時に与えられることを無限供給だと思っておいてください。そうすると非常に楽、なんかね、物がたまることが無限供給じゃないんです。
たまるのはあれね、ゴミためみたいなもんでね。で、あのね、どんな必要なもんでもね、余分に集まったらかえってね、こっちが邪魔になるんです。だからね、あの必要なだけ集まるっていうことが一番ありがたいことだっていうことをね、知っとらえたらね、非常にこの生活っていうのはこう豊かになります。気持ちが豊かになりますね。出したものが入るものを出すものっていうものに対するこう気持ちがずっと変わってくるんですね。なんかたまらないかんたまらないかんと思うと、もうそこにね、変なあれがありますね、執着ができてきますね。だからお金を使う時でもね、あのお金さんありがとうございますってね、本当に感謝してね、あのお金を出す時にね、さっきの僕が製紙メーカー3ヶ月もたまっとったっていう時に、本当に自分反省してね、ちょっとなんかこうたまりすぎていっぺんに払うのは惜しいななんて思った時、ああこれは自分が本当に間違ってたと感謝して出さないかんと思ってね、それでこう心をパッと変えてね、自分が忘れてたっていうことは申し訳ない、神様に申し訳ないことだからね、心から感謝して出しましょうってこうして、チェキ書いてこうして感謝してね、出していただいたら、あとがスッとしてくるんですね。そういうそのものをね、谷井先生がね、よく言われますけどね、お金をね、使うときにね、ありがとうございますって言ってね、使うとね、そのお金がね、あそこへ行ったらね、喜んでくれるからもう一遍行こうじゃないかって、こうぐるっと回ってくるそうですよ。本当にそういう、ね、そういう感謝してね、ありがとうよ。あんたのおかげでね、生活できるんだっていう感謝してね、お金を出すこと。出すときに惜しいなぁ、なんてケチな心持ってると、あそこ行ったらしみったりするからもう行くのやめようって言ってね。で、やたら金庫閉まっとくとね、あそこ行くとね、押し込められるからやめとこうって言って、来ないそうだよ、やっぱり。気入ったらスーッと感謝してね、入るときもありがとう、よう来てくれた。まあ行くときも、ああ、またおいでよって。まあ、おやまたおいでよ。感謝してね、またおいでよっていう調子でね、こう行くとね、ぐるーっと回ってくるんですよ。で、そういうものが非常に大事ですね。使い方が非常に大事だと思いますよ。その時の心だと思いますよ。つくづくね、最近僕はね、そういうものじゃなくて心だっていうことをね、教えられるようになりました。まあしかし、なかなかね、こういう自由自在な気持ちってのは出ないもんですけどね。その次は非常に大事です。宗教というものは、人間が神であるところの面の自覚を強調して、彼を制約している檻から引き出して自由自在の境地に達成しめるための教えであります。これ筋で言ってください。これが根本です、宗教の。肉体という不自由なものの中にね、押し込められている人間を、神性を自覚してですね、神であるところの面の自覚を強調して、あんたはね、神のこと、肉体的にのね、不自由なもんじゃないんだと。もう自由自在な神であるっていうの面を自覚して、自覚を強調して、彼をね、制約している、こうね、縛っているところのね、檻からね、引き出して、自由自在の境地に達成しめる教えて、これが宗教の根本。だからね、宗教というのはね、私が、自分の体験で言いますと、宗教に入ると不自由になると、なんか縛られるっていう気持ちを持ってましたね。ところが生命の一層を読んだら、宗教は人間に自由を与えるもんだっていうことをもう公募で書いてないよね。それで私は宗教に対する考え方が変わってきたんですよ。本当の神を信じたらね、自由にならなきゃ嘘ですよ。人間がね、自由にならなきゃいけない。だからこれはね、非常にこの簡単なね、説明ですけども、宗教とは何かって言われたら、これは素晴らしいところですね。これだけのご説明で、彼がともかくも何らかの方法によっていつの間、いつの時にか自由自在の境地に達しうるというゆえんは、もういつかね、どんなかの方法でね、そしてまたいつかはね、非常に自由になれるということはね、なぜかっていうとね、本来自由自在になるものが彼の本体であるからで、本来自由自在であるから自由になれるんです。ガラスをいくら磨いたってね、ダイヤモンドにならないんです。ダイヤモンドを磨くからダイヤモンドのように光るんです。だからね、自由になれるということはね、自分の中に本来自由があるからですね。本来自由自在になるものが彼の本体であるからであります。この自由自在になるものは神より他にはないのであります。ですね、神はすなわち自由自在なんです。ここまで辻と書いてね、ことが素晴らしいところです。この自由自在の境地を下脱、すなわち仏の下に仏る意と書いてあるでしょ。
下脱、すなわち仏というのであります。仏とは完全に解放されたるものの意味であります。だから仏になるということは解放されたということですね。いくら解放しても本来自由自在になるもの、神が内部になければ自由自在が現れない。解放されて自由になるということは本来自由があるから自由になるんですね。これはもう素晴らしいところです。これはだからともかくいつかは自由自在になれるというのは自己のうちに自由自在になるものが宿っているからであります。羊は檻は羊ではない、肉体は人間ではない、この比喩は大体これによってお分かりになったと思います。皆さんにね、前に一遍お話したと思いますが、無門館の、ね、中と生命の質の中に、書いてありますけれども、これはもう一度よく覚えておかれてね、王様がこうインドの話ですね、王様が、ごじっとしとらえと遠くの方から誠に美しい音楽が聞こえてきたね。そしたら王様が音楽持ってこいって言われたんですね。音楽持ってこいって言われた。今だったらレコード持っていけるしね、テープレコードは持っていけるけども、そんなもんない時代ですから、家来がね楽器を持ってきたって言うんですね。ほじゃもう今そこで音楽を、が聞こえとった、その楽器を持ってきたね。そしたら王様はその楽器をからからやってみたりいろいろしてみたけど全然音楽は出てこない。とうとう王様はそれを調べようと思って楽器をみんな壊してしまった。それでも音楽出てこない。それでその音楽をですね、音楽を持ってこいっていうのに音楽を持ってこなかったんで、その持ってこなかった家来を厳罰に処したっていう話があるんですね。その話を例え話っていうのはこれは非常に素晴らしいんでね、その時に谷口先生が音楽は楽器にあらずと書いてあるね。音楽は楽器にあらず、人間は肉体にあらずと書いてある。これがね、僕はねもう非常にその時に、ああ肉体と人間っていうのはと思ったのね。音楽と楽器なんです。音楽っていうのはね、なぜ出てくるかっていうと、楽器があって音楽はね、楽器があってその楽器を こう鳴らした時に音楽が出てくるんでしょ。どんないい音楽があったって、その鳴らし方が下手なりいい音楽が出てこないわけでしょ。人間はね、人間があって肉体があったら、肉体は人間にあらず楽器みたいなもんですよね。道具です。だから肉体をどう鳴らすかによって、その人間の素晴らしいか素晴らしくないかが出てくるわけ。音楽を上手に鳴らした人、楽器を上手に鳴らした人は素晴らしい音楽が出るし、楽器をね、バイオリンなんかでもね、どんないいバイオリンでも下手が弾いたらノコギリの目立てみたいなのもね、キーッて聞いちゃおれんでしょ。ところが上手が弾いたら下手なバイオリンでもいい音がしますからね。それやっぱりその音楽ってものはやっぱり楽器じゃないんですよ。楽器をどう鳴らすかによって出てくるんですね。非常にこれは面白いところなんです。だから皆さんのね、人間の価値っていうのはね、肉体じゃなくて肉体をどう使うかによってその人の価値が出てくるわけです。肉体は、だから肉体は道具だってことを覚えとったらいいですよ。しかし道具も大事にせないかんよ。楽器を大事にせないかんと同じようにね。決して肉体は道具だからどうでもいいっちゅうんじゃないんですよ。そういうふうに覚えとっていただいたらね。これ非常によくわかるんです。音楽と楽器、肉体と人間っていうんでね。私これを読んだ時によくね、はっとここでね、気がついてね。ああ、人間っていうのは肉体じゃないんだと。肉体をどう鳴らすかによってね、人間っていうのは出てくるんだということをね、わかったわけです。それでここに、その次ですね。さて人間は何らかの形で自由を求めています。これはもう誰でもそうです。我に自由を与えよしからずも、死を与えよって言ったね。それは本来自由なるものが宿っているからであります。本来ないもの、本来知らないものを求めることができないのです。これね、ここのところいいですか。本来ないもの、本来知らないものは求めることができないのであります。自分のうちにあるから求めるんですよ。こう筋と書いていいね。大学なんか行ってる青年と話してごらん。よく言うよ。神様なんか、日本だったらね、特にこちらはまあどうか知らんが、よく言うのはね、神様なんか人間が考えたもんだってよく言うね。人間がでっち上げたもんだと、作ったもんだって言うでしょ。
そう言われた時に皆さんの返事の仕方でどうでもなんですよ。神様は人間が作り上げたもんだって言われた時に、あ、それでいいんですよって言っとけばいいんですよ。僕は霊性界の時にね、なんかちょっと僕ら話してたら、先生、神様なんていうのはあれは人間がでっち上げたもんでしょってよく言う人があるんですね。そういうのはもう多いんです、日本では。あ、そうだよって言うとね、あ、それで安心したなんて喜んでる。それじゃあね、君ね、神様をね、人間が考えてね、作ることができるっていうのはね、人間の中に神様っていうものがなかったらね、作ることできないだろうって言ったらね、そうそこで考え出すんですね。完全だとかね、まあ神って言ったらね、完全でしょ、完全、絶対でしょ、相対じゃないんだから、絶対、永遠でしょ、まあちょっと考えても永遠ね、完全、絶対、永遠でしょ。まあそういうね、完全なんてものはこれね、この世界にありませんよ。我々の住んでる世界に完全なんかないでしょ。永遠なんてものはないでしょ。そういうね、永遠とか完全とかね、そんなものは絶対なんてのはないんです。みんなね、相対的なもん。この世界、こういうものをね、人間がね、なぜ考えるかっていうことです。ないものを考えてるんだから、永遠とかね。もう無限っていうのはね、無限もそうよね。無限もそう。インフィニットっていう言葉。これはね、こんなのはね、無限なんていうのはこの世界ないですよ。我々の住んでる世界には。必ず限られてる。だから、完全、絶対、永遠、無限なんていうのはね、我々の住んでる世界に全然ないもんです。ないものをね、人間が考えるっていうことはね、おかしいことなんです、本当は。だから人間の中にこういうものがすでにあるから考えることができるんですよ。そうでなかったら考えることできないはずですね。だからそういうものがあるっていうことはね、この小さい肉体のように見えるけれどもね、その中に我々の中に永遠なるもの、完全なるもの、絶対なるもの、無限なるものがもうすでに宿ってるっていうことね。だからあんたはね、神様を考えることができるということはね、神様を人間が作ることができるっていうことは、人間の中にすでに神があるから作ることができるんだっていうとね、そうじゃないのかって言ってね、あんたの中にないものはできんでしょって言うとね、そうするとね、そういやそうだなって言ってね、考え出すんです。でね、あんまりね、こう、若い人と議論なんかしたときね、相手をやっつけるまで言わないでね、相手を考えさすまで言っといたらいいんです。自分で考え出してね、それでね、今度は向こうから聞きに来るんですね。あんまりとっちめたろとね、もう逃げていって来なくなるね。もう将棋やってね、接近詰めみたいに勝つとダメね。もうこれでもか、ケッてやるとね、もうね、くそったれってね、負けといてからくそったれって来なくなる。あれはね、僕はもう若い時よくやりよったんだ。もう議論したらとことんまでやっつけなきゃすまない。はあ、でこの野郎これでもかキュッってやるとね、キュッって言うんだけどね、もうでも絶対来ないもん。それでね、僕はね、逃げ道を作ることにしたの。これ上手なやり方、議論したらね、ほいでね、あんた頭いい、素晴らしいって時々言うのね。何がいいんだか分かんないけどね、神様ない、ああ素晴らしい、あんたお釈迦様もそう言ってるよって言って、ああ素晴らしい、谷口先生もね、成長年出る前にはね、発見される前に神様ないって言ったの。あんた神様とお釈迦さんぐらい頭いいよって言ったね。そうでしょうかなんて言って、ね、考え出してね。お釈迦様と神様と谷口先生と同じぐらい頭いいって言われてくれ、なんか変になってきて、パー今度向こうが文句言わなくなるよ。褒め方があるのよ、コツが。それで逃げ道作っといてね。しかし頭いいけどね、しまいに谷口先生はちゃんと発見したんだけど、あんたね、その途中まで来たんだねって言うね。じゃあもうちょっと行ったらいけますかって、それはいけるよってね。そういうのは僕はうまいんだ。いや本当ですよ、ちょっとしたことだけどね、接地詰めしないことでね、こう相手を柔らかく包んでね、そしてこう行き道を教えてあげてね、こうしたらいいんだっていうふうに言うとね、スーッとついてきます。僕はもう連生道場でこっちに来てからもう3年になるけども、だいたい二十何年間っていうものはもう若い人を相手にしてねやってきたから、初めの連生道場を開いた時は青年連生道場って名前つけたんですよ。面白かったね、あの時は。青年以外の人が来るとね、綱を引いてその向こうにいなさいって言ってね、やってね、前へ青年出なさいって言って、ああ、怒られたね、嫌われたよ。だって谷口先生が青年連生道場と名前つけてくださったんだからね、年ぐらいが来たらいかんって言うわけね。こっちもいい加減もう年を取りかけてきたらもうやめたけどね、そういうことはね。で、そしてこう、真ん中へ線を引いて区別してね、年寄り後ろっていうようなことやってね。そんな時代ですから、もう僕らが話してると、質問なんて来るんだね。こっち調子で話してるの、質問なんて言ったら、
もうそういうのにこうでもう質問されてされてされて磨かれましたね。やっぱりね、質問されてね、それに答えることを覚えるとね、覚えるっていうことは勉強することですよ、やっぱりね。だからこういう人にはどういうふうにこう説明してあげたらいいっていう説明の仕方が分かるわけですね。それでもう非常にこう説得力ができてきたわけです。人間はね、皆さんね、どんなに素晴らしい人でもね、説得力のない人はね、力が弱いの。説得力っていうのはね、やっぱり一つの技術ですね。で、僕はもうこれを一生懸命勉強しました。こういう人にはどういうふうに説明したらいいか。だから個人指導の上手な人ってのは説得力の上手な人ですね。だから皆さんもね、説得力を養うという、これはね、こういうところのね、コツを覚えておられてね。それでその次にね、ここのとこね、だからいいですか、それは本来自由なるものが宿っているからであります。本来ないもの、本来知らないものは求めることもできないのでありまして、求めるそのことの中にすでにその求める成就が内在しているからであります。これが今言った僕の言った例えです。こういう数字を言ってください。求める、なんか求めるということはすでに求めるものが中にあるからそれを求めるんです。人間が救われたいと思うのはこの自由に対する願いが現れるのであります。貧乏の人が救われたいと思うのは金持ちになりたいということである。病気の人が救われたいと思うのは健康な肉体を得たいと思うのである。ともかく貧乏とか病気とかいう不自由な檻の中に入れられているので、の、救ってあげるにはいろいろの方法がある。金をやるのも一つの方法である。物質的薬剤を与えたり、絶対安静にして肉体を守る方法を教えてあげるのも一方法である。けれども、これは、羊を正しき門から解放する方法ではない。門というのはキリスト、すなわち内在の真理、または実相、または神聖、または仏性である。真理を知らせてあることによって、真理は何時を自由なしめ、その人間を救う完全なる自由を与えることが、オリルの正門から、人間を解放することになるのである。だから人間を解放するということは何かって言ったら法律を変えたり何かすることでなくて、真理を教えてあげることです。それを根本的に使わない。人間を解放するということは真理を教えてあげることですね。真理を教えてあげる。真理は何時を自由にならしめんだから、あの人を、相手を自由にしてあげようと思ったら真理を教えてあげることね。ここのところが素晴らしいところですね。それなのに他の部分的な横道から救うのは、それは一時的な救ったように見えていてもかえってその人を不自由にしてしまう。例えば自分のうちに無限の富を、無限に富を働き出す力を自覚させないで金をやってある人を救う習慣をつけると、その人はかえって依頼心を増すことによって彼の本性たる神聖は奪われる、発露しないことになる。あるいはその人が金を得たために主戦土になってかえって物質に縛られた不自由な人間になります。中風患者に杖を与えて一時彼の不自由を補ってやったとしたなら、しましたならば、その患者は永遠に杖なしには動けない、歩けない不自由な人間で終わってしまって、内部の全能力の力、神聖を発露せられないで、ないで奪ったことになる。そのことをイエスは羊を救うのに、羊の檻に門よりいらずして、他より超える者は盗みとなり、強盗なり、門よりいる者は羊飼いなりと言われたのであります。ここのとこね、物質的な救いではね、本当の救いにならない。だから、もうね、常に真理を与えることですよ。お金のない人にお金を与えるのもいいけどね、それも一時的な救いですけどね、お金をね、いくらでもね、作ることのできるその人の中に能力があるんだから、それを教えてあげることが素晴らしいね。子供なんかにね、財産を残してやるよりね、いくらでもね、金をね、作るね、能力をね、与えてやることの方がね、真理を教えてあった方がいいですよ、子供にはね。その方がずっと子供に、素晴らしいものを与えることになるんですね。だから、子供にしても友達にしても知った人に対して与えるときには、皆さんがね、真理を常に与えるようにね。だからお金をたくさん、お金をあげたりするよりも、一冊の真理で救われていきますからね、一冊の真摯で救われていきますからね。さっきのプラッツさんの、僕が今度行ってあの人の話を聞いてもつくづく思ったね。とにかく3年も続けてずっと本を送ってあげたことによってね、一人の人間が素晴らしい真理を得てね、自由自在になって救われてきてるんだからね。やっぱり紳士っていうのは誠に尊い、
父に成長の絵を伝えるための一番最初のこうつぶてみたいになってね、行くもんだっていうことを分かります。だから日本でも谷口先生はもうとにかく紳士の拡大をしなさいっていうことを常に言ってられるわけでね。私は先生のお弟子として30年間日本にいましたけども、もういろんなことが問題が起こってきても、まず紳士を拡大しなさいと、雑誌をとにかくみんなにまずあげなさいと、そして種まき運動をしなさいっていうことを先生は常におっしゃってね。私は最初はね、雑誌っていうもんだけではどうだこうだと思いましたけども、先生はいつもそのことをおっしゃってね。それが今300万という信徒になって、僕なんかも今森田君っていう人なんか青年会の会長さんなんかもう20万ぐらいの100万まで持ってきましたからね。素晴らしい人の力を持ってね、青年があんなに、彼はね、青年が日本の国をね救うのはこの成長の理想世界以外にないんだって言ってね、青年を説き伏せてね、ここで青年全体が運動するようになってきたんですね。でもうその日本が救われて、それで日本だけじゃないんだと、それによって世界中が救われていくんだっていうね、人類救済運動だっていうことをね、森田君はもう順々として青年を説いてその運動を始めたわけですね。ですから、紳士の拡大だから、日本語の方もあそこへ本を置いてありますから、どうぞ皆さんね、古いのを持っていってね、お友達にあげてください。そして一人でも多くの人に読んでいただくようにして、自由を得ていただくことをね、私たちは、これが一番多くの救い、素晴らしい救いだから、一番大きな救いだから、それをいたしましょう。今日はどうもありがとうございました。